AFC チャンピオンズリーグ2007決勝 AFC チャンピオンズリーグ2007決勝はアジアサッカー連盟により開催される AFC チャンピオンズリーグ2007の決勝戦であり5回目の AFC チャンピオンズリーグの決勝戦である試合は第1戦が2007年11月7日水曜日にフーラットシャフルのフーラットシャフルスタジアム第2戦が2007年11月14日 水曜日に埼玉の埼玉スタジアム2002で開催された。決勝戦はイランサッカーリーグに所属するセパハンと J リーグに所属する浦和レッドダイヤモンズの間で行われた。浦和レッドダイヤモンズがセパハンを2000合計3から1で下し、初優勝を果たした。この試合の勝者である浦和レッドダイヤモンズは AFC サッカー連盟を代表して、 2007年12月に日本で開催された 2007FIFA クラブワールドカップの出場権を獲得した。また開催国は1クラブのみの出場という原則からセパハンが開催国枠として出場権を獲得した。両チームにとって初の決勝戦である。セパハンは2004年2005年以来3度目の ACL 出場をすると予選であるシャバブ、アルアイン。 歩いてハドのグループ D を4勝1分1敗で、首位通過して、初のグループリーグ突破を果たし、決勝トーナメントに進出した。準々決勝で川崎フロンターレと対戦した。ホームの第1戦とアウェーの第2戦が、両方0から0により、PK 戦で勝利し、準決勝に進出した。準決勝で、あるは札と対戦した。ホームの第一戦を3から1で勝利すると、 アウェーでの第2戦は0から0で引き分けて合計スコア3から1で初の決勝に進出した。浦和レッドダイヤモンズは初出場の予選でシドニー FC、ペルシクケディリ、上海進化のグループ E を2勝4分で首位通過して初のグループリーグ突破を果たし決勝トーナメントに進出した。準々決勝で全北現代モータースと対戦した。ホームの 第一戦を2から1で勝利すると、アウェイの第二戦でも2から0で勝利し、合計スコア4から1で準決勝に進出した。準決勝で、城南一は天馬と対戦した。アウェイの第一戦を2から2で引き分けると、ホームの第二戦でも2から2で引き分けにより、PK 戦で勝利し、初の決勝に進出した。お互いに優勝経験はなく、初優勝をかけた戦いとなった。 また AFC のコンペティションでの両チームの対戦はなく初対戦の決勝となった。決勝戦は前回大会と同様ホームアウェイへの2回戦制となる。第1戦が2007年11月7日水曜日にセパハンのホームであるフーラットシャフルのフーラットシャフルスタジアム第2戦が2007年11月14日。 水曜日に浦和レッドダイヤモンズのホームである埼玉の埼玉スタジアム2002で開催された。決勝第一戦が行われたフーラットシャフルスタジアム決勝第二戦が行われた埼玉スタジアム2002中以下のすべての結果は決勝戦進出にクラブの得点を前に表示している。概要、セパハン V 浦和レッドダイヤモンズ試合がお互い譲らず一から一の引き分けで 第2戦へとなった。第2戦は、セパハンは、アウェーで、勝利、2から2以上の引き分けで優勝が決まる。浦和レッドダイヤモンズは、アウェーゴールを1点決めているため、ホームで、勝利、0から0の引き分けで優勝が決まる。第2戦も1から1で引き分けならば延長戦へ。海洋浦和レッドダイヤモンズ V セパハン試合後初、出場にして、浦和レッドダイヤモンズは日本に、 初のアジアタイトルをもたらした。一方で、セパハンは3回目の ACL 出場で準優勝となった。テレビ朝日系列で緊急性中継となった。ありがとうございます。